この日本こそ誰にも仕留められなかったモビーディックだ。この巨大なクジラに森を突き立て死角か。Oh.
隠し刀が本当にいたとはな。とうに気づいておる。藩を抜け片割れを探すつもりだな。あいつは生きている。私は起きて忘れたか。その力見せてみよう。Yep.
待ってね、頼む、見逃してくれ。よー、あいつは黒い船よしょこしょでよさぬさ。おー、うまく取れたかい。君は誰だ。庭に降りてろ。さては幕府の回し者だな。切り捨ててくれ。やるね。手強いな。亡くなる上は出すしかあるまい。見よ、我が恩義。私に手を出せると思うな。Yeah!
やはり生きていた。ずっとお前を探して。私の邪魔をするな。調子悪いがかい。どうした、その程度か。邪魔をするなと言っただろ。Yeah!
っている場合ではないな。手のものかは知らんが、護衛として彼には指一本触れさせんぞ。なぜお前がここに。邪魔するな。切る。嘘。俺に続け。なお、偉人の犬になり下がっていたのか。噂ほどではないようだな。偉人どもの味方をする。こんなもので私の動きは止まらんぞ。まだだ。まだやれる。できる。だがこれからだ。
ここまで来るとは面白い。あんたの身に見せてみな。やるね。取られたぜ。あんた運だけってわけでもないな。おとりか、篤姫め。いたか。また貴様か。だが何もできない
ったの。学べ。貴様か。わしを斬るは幕府を斬るも同じ。たやすくは斬れぬぞ。参れ。そのつもりで来たのであろう。大丈夫か。そして死に場所ぐらい決めさせてもらう。礼は言わぬぞ。参るわ。行くぞ。学べ。お主の好きにするがいい。よし。早く立て直せ。
怪我人が見えないのか。また会った。やるな。お前、何を企んでいる。これ、イギリスを煽る手間が省ける。待て。穏やかじゃないね。ただの喧嘩ってことにしねえか。おいおい、ここまでとは。坂本様。いや
しておりました。私と祝言をあげに戻ってきてくださったのですね。サナ殿も久しぶりじゃのう。すまんが、今のわしにそういうことを考える余裕はないんじゃ。おや、約束を反故にするおつもりですか。どうしても嫌だとおっしゃるのなら私と勝負してください。わかったぜよ。じゃあけんど、昔からおまんが相手じゃとどうしても手加減してしまうじゃろう。こいつはわしと並ぶ腕を持ちょる。代わりに立ち会うぜよ。この方と納得はできませんが、それで約束を果たしてくださるなら私は構いません。さすが坂本様のご友人、大した自信をお持ちのようですね。面白いことになってきたが、部外者は引っ込んどくか。いざ勝負です。千葉周作がめい、千葉さな、参ります。見て腕の立つお方、見切られた。まだまだ。坂本様に並ぶ腕というのは本当のようですね。私が昔のままとでも大思いですか。私は絶対に坂本様を諦めません。勝ったら手を貸してやる。遠慮するなよ。かかってこい。武士に二言はない。手伝ってやるよ。お前、今度は何の真似だ。以前のようにはいかんぞ。俺もまだまだだな。
変わらずやるな。示しがつかない。勝殿の言っていた余興とはもしやお前のことか。いや、礼は言っとくぜ。さっきの兵の話だがよ、ポチトラの膝をつかせたら手貸してやら、それが江戸の真面目騎士の流儀に返した天下は江戸の話だ。面白くなってきやがった。何寝てやがって、こんなの見せやがれ。まさかこんな奴がいやがったな。お前さん本当に大したやつじゃねえか。感激しよう。いいね先生、倒幕のためわしらに。あなた、この人たちを追い払って。なぜあなたが火星ではないですよね。じゃあおとなしくしてもらうまでだ。私も手を貸します。しといてやるわ。出直しじゃ。
おかげで助かりました。なかなかの手だれと見て。負けを認めようぞ。嬉しい限りです。いずれまた胸をお貸しください。
はじめ。さあ、遠慮なく頼むぜ。おっと、やるな。俺も本気で行こう。ダメだ、思った通りだ。これほどの才が生まれていたとはな。吉原で会うた。おっと、人違いじゃねえか。ご用で来たか。どうした、もっと強い奴はいないのか。少しは歯応えがあるようだ。他の連中とは違うようだ。全力で行くぞ。やるとはな。何だと。十分でしょう。わしらが手を組めば、侍なんぞ物の数じゃないわい。ノー、これから上様がここを通られるとか、かなり稼げそうですね。Yeah!
一度切り合ってしまうと思った。やるね。やる。動けないなって。まあこの程度は当然だよ。たまらないな。ご無事で。桂君、どうしてそのまま逃げなかったのです。それにこの方は一体。戦うしかなさそうですね。君が来る子は、いや、我らの元へ戻って。かまいませんか。行きますよ。行こう。
弾を取らせた。預けておく。その腕、なぜ俺の元で振るってくれなかった。片森公は俺たちのことを買ってくれている。剣で名を上げたいならこっちに戻ってこい。京都の治安を乱したこと許しません。人の邪魔するな。調子悪いがかい。
ぜ逆賊についた。どう乱す輩を撃ってこそ侍だろう。この程度で終われん。俺たちは真剣に幕府を倒す。引かなければあなたを撃つまでだ。やろう。説得など無駄じゃ。やるぞ。に及んで立ちはだかるか。
この釘を放つのだ。衆は思ったより不甲斐ない。軒口を続ければ今日が怪人に帰したろうに。お前が仕組んだのか。懐かしいだろうこの匂い。あの日に帰るようだな。あの日我らは死に、そして生まれた。いずれ幕府が、火の元があの炎に包まれる。我らがずっと望んできた世だ。さあ初心に帰り修練でもどうだ。やるな。見飽きた動きだ。お前は後をついてくるばかりだ。子供の頃のままだ。力を得た。あの日唯一持ち得なかったものだ。まさか居場所を見つけたとは言わぬだろうが。ひとたび偉人の武器を手にすればあとはたやすい。小さな火だけでも火の元で焼き尽くす大戦が始まる。戦乱の中でこそ我らは求められるのだ。ようやくお前と生きられる世を作ることができたんだ。我らは二人で一つの隠し方だ。共に行こう。ある男が言った。幕府はもう死んでいると。だから生まれ変わらせるのだ。皆が望むよい。それがどんな世なのかまだ闇の中だ。だが少しでも明るい方へ手探りで進む者たちがいる。その光を、夜明けを探る者のために私は戦う。お前と行けない。お前は分かってくれると信じていた。お前だけは。僕の邪魔であれば容赦しないよ。あなた面白い。
少し借りるよ。この技精一杯もうその辺にしとかんかい。に立てるのにな。もし考えが、いや、やめておくよ。この大切な日に騒ぐやからは、おいが許さんぞ。てやあ、あたんか。わしらは話をしに来ただけじゃ。と切り合うてもどうにもならん。おはんら、おいに何か話があったじゃろ。長倉さんは他の大使とは数段格が違う。どうする？なーに、殺しゃしねえから安心しな。燃料いらねえぞ、新入り。全力で来い。やはりこうなりましたか。
伊藤先生が危惧していた通りです。試合はお互い様だ。終わるぞ。近藤先生は切り合いで名を立てることしか考えていない。今こそ伊藤先生のもとで争いのない世を目指すべきです。無駄ですよ。伊藤さんはここには。伊藤を晒すぞ。続きはここか。奴は敵を守るため必死に行くと正面から行くと屋根から奇襲できないか。やはりな。俺の元には行かせん。Oh, no!
君を救ってくれ。あなたは先に行ってください。後ろの敵は俺が何とかします。お前を惑わせる因縁、これで立つことができた。戦乱の世が来る。お前の目も覚めるだろう。嬉しいですね、あなた。またあなたと切り合える。命に代えてもこの先へは行かない。待って、その男を見せてやる。今度はあなたにだって負けない。
一戦でも本陣まで来るか。決着をつけるのにこれほどふさわしい場所はない。Yeah.
敵の動きをよく見ろ。
らせて。受水した江戸で動きが行われたと不意を聞いた。水長するか。
こで倒れる。篤姫の使いで来ただけだ。篤姫様、まずは新政府の要望を伝えます。あくまで私の邪魔をするか。お前はいつも爪が甘い。お前のことは知り尽くしている。使われているだけだとなぜ気づかん。ゼロゼロゼロ腕を上げたら、戦が絶えれば我らに何の価値がある。なぜ私の思いがわからない。諦めろ。私は弱手のために戦う。私の手で葬ってやる。お前を止める。必ずだ。我らは二人で一つの隠し方なんだ。カイロ、あの日。この世を変える。その手をどけ。
終わらせてくれ。お前の手で。見ろ、江戸は火の海だ。二人で生きられるよう作りたかった。終わらせてくれ。お前の手で。
我らのように。この国が炎に包まれることだけを念じてずっと生きてきた。それを諦めろと。もう十分だ。それより共に見よう、日本の夜明けを。いや、私は日の元を出よう。どこか遠い地からこの国の明日を見守りたい。離れていても我らは一つだ。二人がそれぞれ動けば自在に攪乱し、一つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれている。
侍の世は終わりを告げた。だが侍は死なず新天地へと旅立つ。勝海舟と西郷隆盛の会談は成就し、旧幕府軍は新政府軍に江戸城を明け渡すこととなった。日本の夜明けを望んだ者たちの奔走で江戸決戦は回避され、100万の命が救われたのである。